シボレーエクイノックスはゼネラルモーターズがシボレーブランドで製造販売している小型中型のクロスオーバー SUV であるシルバーラードに次いで売れているシボレーの看板車種であるエクイノックスはシボレー発のクロスオーバー SUV でありブレーザーとトラッカーの東方向継車種として2004年から2005年モデルとして販売が開始された 翌2005年1月にはポンティアック向けに、兄弟車のトレントが、ロサンゼルスオートショーにて発表され、同年夏から販売が開始された。エンジンは、LNJ 型3.24リットル V6 でこれに、愛心の AF33 型5速 AT が、組み合わせられた。2008年モデルイヤーからは、D7 型3.6リットル V6 と 6T70 型6速 AT を搭載する。 エクイノックススポーツ、トレント GXP が追加された。プラットフォームは、サターンビューと同じ GM シータープラットフォームであるが、エクイノックス、トレントでは、ホイールベースを延長したものを使用している。駆動方式は、FWD、または、オードとなる。製造は、カナダのキャミオートモーティブにて行われた。なお、メキシコでは2009年モデルイヤーの販売は、行われなかった。 二代目エクイノックスは2008年12月21日に概要が発表。翌2009年1月の北米国際オートショーにて初公開され、6月から2010年モデルとして発売を開始した。先代に引き続き GM シータープラットフォームを使用する。エンジンは大幅にダウンサイジングされて、時期42.4リットル直噴と V63.0 リットル直噴が、 設定された。2013年モデルイヤーには V63.6 リットル直噴が追加された。トランスミッションは6速 AT のみ。2015年にはシカゴオートショーにてエクイノックスのフェイスリフト版が発表された。グリルやヘッドライトなどフロント及びリアデザインが一新されている。メキシコでは2010年モデルイヤーから2年間販売された。 あと一時販売を休止していたが、2016年、モデルイヤーからキャプティバスポーツに代わって販売が再開された。2016年9月22日に概要が発表された。3代目クイノックスは北米のみならず115の市場で販売を予定しているグローバルモデルとなり、中国やオセアニアで販売されているキャプティバやラテンアメリカで販売されているキャプティバスポーツにとって、 変わる車種となる。また、韓国 GM では、キャプティバとオーランドの製造を終了し、代わりにエクイノックスを輸入販売する。プラットフォームは、クルーズや、ビュイックエンビジョンと同じ GMD2XX に切り替えられ、外寸も、先代より小型化された。エンジンは、先代からさらにダウンサイジングされて、時期41.5リットルターボ、時期42.0リットルターボ、 そして時期用に1.6リットルターボディーゼルの3種類となる。2.0リットルターボには新開発の QT50 型急速 AT が組み合わせられる。なお、新世代のトラバースは東大をベースとして開発されている。分点エクイノックスの意味。ありがとうございます。